DP-28 軽機関銃はソビエト連邦で開発された軽機関銃である。1922年に建国されたソビエト連邦において最初に設計された国産火器の一つである。1927年に設計され、1928年から配備が始まり、スペイン内戦、第二次世界大戦などで広く用いられた。DP とは、 デグチャレフ型不評用下記を意味し、単に DP と呼ばれることもある。また、設計年から DP27 とも呼ばれる。ソビエト連邦が国産景気関銃の設計に乗り出したのは、ロシア内戦終結後まもない1920年代、中頃のことだった。不評を直接支援できる景気関銃は、あらゆる任務、あらゆる状況において有用であると考えられており、 第一次世界大戦で最も注目された不評用火器の一つだった。帝政ロシアでも照射銃、ルイス銃、窓ン銃といった外国製軽機関銃を調達していた。赤軍が最初に手にした軽機関銃はこれら帝国軍からの接収品だったが、いずれも度重なる戦争での国士によって老朽化し、交換部品も枯渇していたほか、大部分がすでに旧式化していた。 1920年代初頭には、赤軍でも、軽機関銃を活用した、小部隊での機動的戦術を取り入れ始めていたものの、共同部隊でさえ軽機関銃が不足していた。1924年には新制度の下で、各不評小隊に、機関銃班が設置されたが、不足していた重機関銃と、軽機関銃は一丁ずつしか割り当てられなかった。 プーラ造幣賞が一時的な代用品として、マキシム機関銃をもとに、ドイツ製 MG08-18 と同型の軽量機関銃を設計する一方、コブルフ造幣賞では、時間をかけて本格的な軽機関銃の設計が行われた。バシリエー・レグチャレフ技師は、ウラジーミル・グリゴーリエビチ・フョードローフ式下の消火器、設計チームの一人として、 軽機関銃計画に携わることとなった。デグチャレフは1923年から軽機関銃の設計を開始した。原型は1915年に自ら設計した自動小銃だった。1926年、デグチャレフの手掛けた試作機関銃の試験が行われ、1927年には1927年式、デグチャレフ型不評用書きすなわち、 DP27 という名称が与えられた。その後もテストが重ねられ、1928年8月には細部を改良したモデルが提出された。採用に先立ち、1929年、ないし1930年までに生産体制を整えることが目標とされたものの、1928年末には MT 機関銃の生産が終了したため、 DPK 機関銃は正式採用の宣言を待たずに配備が進められることとなった。採用にあたって当局が特に評価したのは耐久性と生産性である。非常にシンプルな構造をしており、最初期モデルでは部品数が100以下だった。外見はスマートで軽量、分解も簡単に行うことができ、稼働部品が6個しかないなどメンテナンスが容易である。 ガスピストン及びボルトハンドルと灰、鞘口は一部品で製造され、また、閉鎖ブロックと激震が独立した部品となっているので、壊れた場合でも交換が簡単にできる。用心鉄の後ろには、重波を握ることで、解除できる安全装置が設けられている。初期型では重心に冷却用のリングが設けられていたが、戦時量産型では省略された。 小準機は100から1500メートルまで調整、可能だった。金属製断層ケース外見上の大きな特徴として、上部に装着された47発入りの円盤型断層が挙げられる。DP-28 には、この断層をレコードに見立てた、レコードプレイやあるいは、スターリンの蓄音機という通称もあった。帝政ロシア時代から採用されていた7.62。 X54mMR 弾は、薬莢下部にリムが突出しているため、銃弾をまっすぐに並べることができず、必然的に弓型弾装となり、その延長として円盤型になったのである。欠点としては、弾装自体が大きく、予備を持つのが大変だったことと、強度不足で変形による回転不良が起こりやすかったことが挙げられる。また、もと,もとは十九連発弾装として、 設計されていたものの、玉詰まりが多発したために47連発へと仕様が変更された経緯がある。この断層を3つ入れることのできるブリキの断層ケースも開発されたが、ひどくかさばるため、途中から布製のケースを使用する様になった。断層以外の欠点としては、2脚の強度不足とリコイルスプリングの欠点が指摘された。DP28 のリコイルスプリングは、 ガスピストン近くに収められており、射撃に伴ったガス管の加熱の影響を受け、熱膨張による変形が、作動不良を引き起こすことが多かった。そのため、当時のマニュアルでは、3から6発程度のバースト射撃を心がけるように指示されていた。小銃と同形状のセミピストルグリップを備える重傷も射撃時に握りづらく、グリップセーフティーとの相性も悪いとして不評だった。 モンゴル人民軍の DP 系機関銃犯、重厚性炎機を前後逆に取り付けている。DP28 系機関銃は、その後も順調に生産が進められた。ウイジンは、スペイン内戦だった。DP28 が最も活躍した場としては、1941年6月22日から始まった独祖戦が挙げられる。採用間もなくして、 核狙撃兵士団の主力火器の一つとなった DP-28 は、独祖戦勃発後にも調達され続け、1945年までには、ンナ長ン小銃、PPSH-41 短期間銃に次いで、全軍で3番目に多く配備された火器となった。車載型の DT、2脚付きで携行しての使用もできる DPMK 機関銃、DP-28 と比較して、 機関部交代に突き出したリコイルスプリングと独立したピストルグリップが外見上の際である DPM の球団機構をベルトリンク式に改めた RP-46 系機関銃をもな。1929年に採用された DT 機関銃は DP の車載型としてゲオルギー・シュパー・ギン・ギシにより開発され折りたたみ式重傷、独立したピストルグリップ。 改良された安全装置、水平、垂直方向に調整可能な照準機63連発断層を備える。一方、DP28 軽機関銃及び派生型には、前日の通り、2脚の強度不足や断層、リコイルスプリングの問題など、欠点がないわけではなかった。こうした問題点を踏まえ、配備開始後も様々な改良が試みられた。 1931年にはリコイルスプリングのレイアウトを変更したモデルが試作されており、この時の設計は後の DPM でも参考とされた。1943年から始まった改良設計の末、DPM として知られる改良型が採用された。DPM のリコイルスプリングは機関部後端に移されているが、従来の DPK 機関銃と同様に構えると、 この部分が干渉するため、ピストルグリップを備えた重傷も新たに設計された。二脚と重心を多いも改良され、二脚使用時の安定性も改善された。DPM は DP の車載型である DT の設計も一部取り入れており、ピストルグリップや安全装置などは DT のものと同型である。残された断層の問題については、1938年には、 日本製11年式系機関銃と同様の相談方式を取り入れたモデルが試作されたほか、1943年には DSHK3080 機関銃を参考にしたベルト球団式のモデルが、1944年にはマキシム機関銃の団体をそのまま使用するベルト球団式のモデルが試作された。1946年球団機構を ベルト球団式に変更した RP-46K 機関銃が開発された。重量は 13kg まで増したものの、従来のパンマガジンよりも持続的に射撃を行うことができるようになった。基本設計は DPM と同様で変更を最小限に抑えるとともに旧式断層の使用の余地を残すため、団体球団機構は着脱可能な後付け式だった。その他、 重重心や重心のキャリングハンドルが変更点である。RP とは中対応機関銃の略で RPDK 機関銃と SGE-43 重機関銃のギャップを埋める装備と位置付けられていた。DP28 及び各種派生型は1960年代を通じて使用され、製造数は合計80万兆と言われている。 DPM と RP-46 は中国でもそれぞれ53式と58式の名でライセンス生産されており67式ハム用機関銃が登場するまで使用されていた第二次世界大戦中のドイツ軍でも露覚した DT を KPFWMG320 として使用しフィンランド軍では購入したドイツ製3号突撃砲の搭載基準をこれに 乾燥して使っている。Wikimedia Commons には DP28K 機関銃に関するメディアがあります。ありがとうございます。